大木です。8月の1日からですね、サニーリタスの種まきをしていまして、今日が8月の19で、まあ、20前後ぐらいからもう確実にサニーリタスのフレアルージュっていう、まあ、暑さに割と強い T3 の品種なんですけど、まあ、その辺の品種が、巻き始め、まあ、確実にできるということなので動画にしようかなと思っております。一番初めで言うと8月1日だったり、まあ、3日、まあ、そこから2日ごとに箸をしてて、まあ、本当に2日前とかも、試験区みたいな感じで箸を、していますが、まあ、それが成功するかちょっとわからない、本当に試験の段階だったりとか、まあ、品種も4つぐらい、試しながら、バイドも試しながらやっております。なのでちょっとそこら辺は収穫時期だったり植え付けのタイミングが来て、うまいことできそこまで持ってきたら動画にしようかなと思っております。それまでは8月20前後のものを、まあ、確実性があるので動画にしていこうかなと思っております。で、今回はですね、滝井さんが出しているバイドの、Z シリーズプロ向けの N80 というものを使用するので、それをちょっと紹介しようかなと思っております。ということでバイドの紹介なんですけど、今まではですねこの種まきバイドの滝井さんの種まきバイドというものを使用しておりました。で、これはですね飛行がね30日ぐらい、続くもので、窒素がね380と結構多いものなんです。でこれちょっと暑い時期だったりとか、結構育苗がしやすい時期にやると徒長してしまうので、夏の時期ちょっと考えないなといけないということで、今はまああれも、種まきバイドも使用してはいますが、主にこっちを主体でセルバイド TM1、 これも滝井さんのものなんですけど、これを使用して、やっております。今回試しで使おうとしているのが N80、 これ最近去年とかに出た、滝井さんから出た Z シリーズっていうものなんですけど、ピートモス主体で、できてるものなんですけど、これ N80 って名前の通り窒素が80で、これが100、120、150、180と、いろんなものがありまして、僕は80と150持ってまして、今の時期は、まあ、80で行こうかなということで、もうちょっとしたらこれ150というものを使って試験したいなと思ってます。で原料がピートモス、バークミクライト、ゼオライト肥料ということで、でこれ80なんですが、まあ、飛行的には25日、まあ、30日ぐらいは効きますよと、会社の方で出ております。まあ、水のやり方だったりね、育てるもので全然違うと思うんですけど、はい。で、50リットルなんですけど、これも50リットルなんですけど、ピートモスなんで結構重量感があります。はい。で、実際にセルトレイで巻いたものが、この辺全部 TM1 でやっておりまして、で、セルトレイもですね、白黒、裏面が黒のやつだったり、白、ただのもう真っ白、全面真っ白なやつだったりとか、まあ、黒は1枚だけちょっと毎回こうやって取り入れたりとかしてやっております。でここがさっき紹介した N80Z シリーズのものなんですが、まあ動画で見るとわからないかもしれませんが、ちょっと赤みがかってます。やっぱピートモスなんで、で細かいですね、ちょうどこことここが違いますが、結構バーミキュライトもこっちはね TM1 多いのかなというような感じです。はい、でこれが種まきバイドということで、はい、見た目はこのこれと種まきバイドと TM1 は、まあ、若干こっちの方がゼオライトかな、このバーミキュライトのこの白いのが結構多いのかなと思います。まあ、飛行もこっちとあっちじゃん、あれも80、あれ80 N85 の、15日タイプかな、飛行が15日タイプなんで、まだ全然ものが違うんですけど、まあ、見た目でこうやって見ると、種まきバイトと TM1 も違う。で、まあ、材料、入ってる材料はほぼ一緒なんですけど。で、この Z シリーズになるとピートモスになってくるんですね。入ってるものが。ピートモスが、TM1 とかだと入ってないので、ちょっと赤みがかかってて、サラサラしてる。で、試す種も今ですね、フレアルージュは、まあ、メインとして滝井さんのやつ使ってるんですけど、鶴田さんのユニーク2号だったり、これが、植木さんですね、横浜植木さんのバンチューサーフレットだったり、スミカ農業資材さんのバンチューディープパープルというものもちょっと使ったり、まあ、この3つ試験してて、まあ、ユニークにはもうちょっとしたら22、23ぐらい巻きのやつには結構ぴったり、合う品種なんですけど、まあ、これも
ちょっと要件目に巻いてどこまで灰揃えがええのかっていうのもちょっと試しているところでございます。はい、日付が変わりまして今は8月の22日の、3時ぐらいですかね。こんな感じでですねいろいろ、苗ができております。で発芽率もですね、この12日に巻いたアフリアルージュとかを見ると、ほぼ結果部が、これここに1個あるな、1トレイに1つ結果部があるかみたいな感じですかね。はい、そんな感じでできています。で、黒と白で分けてやってるんですが、目に見えるだけで、この辺はまだちょっと比較しても分かりづらいんですけど、この辺の8日とかのやつはね、白の方が苗でかいのかなと思います。で結果もちょっと多かったりと、土が乾燥しやすいのかなと思います。この時期はね特に、なんで白が非常にいいなと今のところ思っております。でこの辺はもうボロボロですね。8月1日なんかもうあかん、もう3日ももうこの辺も巻いたんですが、うまいことちょっと乾燥させすぎて発芽できずで、8月6日あたりからやっと、ぼちぼちかなという、この辺かな、確実に大きくなったのは。でこれだけねちょっとうまいことちょっと発芽させられたんですけど、成長させられて育苗できてません。綺麗に他の白とかは割とうまいこと言ってるんですけど、やっぱこの時期は黒より白の方がいいのかなと思います。でこの白黒と白、全面白とこの後ろ側が黒については、今のところはそんなに変わりはないのかなと思ったりというような状況でございます。はい、こんな感じで、やっております。うまいこと今のところは言ってるのかなと思っておりますが、そんな感じです。